情報です。6号三郷線加比を先頭に4キロほど、また川口線加賀を先頭に8キロほど、それぞれ渋滞しています。引き続き京葉道路木更津方面へ走行中の方にお知らせします。宮城ジャンクション成田方面へのバンプで故障車が止まっているという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っています。次に浜川インター付近13キロポストで乗用車が故障して止まっています。ハイウェイラジオ京葉道路